はい、えー。皆さん、こんにちは。岐阜県の日のリホームグループ株式会社ウッディライフの石橋といいます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日は、えー、再生匠は岐阜、性能の家について少しちょっとご説明したいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、日のリホームグループの中でですね、ウッディライフという会社は主にリノベーションをメインとしてやっている会社です。 で、他にも不動産、えー、メンテナンス等をやっております。はい。で、特に、リノベーションにおいてはですね、性能向上リノベーションを専門としています。耐震性、断熱性、および、あと、基礎回収ですね、えー、まで、えー、を得意としている、そういう会社あの会社でございます。はい。えー、他にも、こう、えー、モデルハウスの展開をしておりまして、えぇ、ー、島リノベーションモデルハウス、こ二号棟ということころで、今日この後ご説明するのは、 この北方平屋リノベーションモデルハウス、これ3号棟という建物になります。はい、えー。ではですね、早速、北方リノベーションモデルハウス、ギグ、性能の家についてご説明させていただきます。はい。まずですね、ウーティライフはですね、えーまあ、職人のこの確かな技術、まあ、新築、木の家、新築のホーム店としてのですね、職人たちの技術を駆使しながら、 あの、今の暮らしに適した、この、まあ、古いものを生かしながらですね、もっと価値を高めていこうと。そんなような住まいづくりの提案をした、えー、いる会社であります。はい。で、えー、今回ご紹介するギグ性ノの,の家の基本コンセプトは、主に3つあります。1つ目が、まず地産地消の自然素材で使う、を使いながら、えー、断熱性能、えー、あるいは耐震性を向上させるリノベーションがまず1つ。 それから、あと、えーまあ、自然の通風なんかもできるような、まあ、間取りの考え方が一つ。で、合わせて、えー、日のある暮らし、まあ、ダイレクトゲインみたいなですね、えー、ものをもたらす、この庭とつながる、ま、土間のある暮らし。この三つが基本的なコンセプトになります、えー。前半の性能向上についてちょっとしっかりご説明させていただいた後ですね、えー、残りのことはちょっとサラサラサラっとご説明したいと思います。はい。 まず、北方リノベーションモデルハウスのちょっと概要をご説明します。木造平屋建ての住宅で、築60年の住宅でありました。写真にある、この3枚の写真が、まさにその回収する前の建物になります。 で、床面積は108平米ほどありまして、それを最終的には30坪に、まあ、約2.5坪ほど建築をしてですね、98.92平米という建物で、えー、リノベーションしました。敷地面積は80坪というような、まあ、岐阜県では割と80坪でぐらいの敷地は多くあるんですけれども、まあ、あの、一般的によくある大きさの敷地であります。はい。 これは、あの、空き家としてずっと残っていたものをですね、購入をしまして、我々の方でリノベーションをして、モデルハウスとして、今展開をしながら、最終的にはこれを売却をしていくと、そういうような格好でございます。まず、これは、着手前、北側に玄関があってですね、水回りが北側に並んでいくというような格好でありました。 で、割と、まあ、えー、サンルームであるか、リビングって、南側にはあるんですけれども、まあ、暗い部屋も多く、えー、非常に、まあ、使い勝手いのも悪いですね。そんな、えー、間取りでございました。はい。で、えー、アクターの方はですね、このような形で、えー、メイン空間をドンと、えー、南側に持っていって、でちょっと不要な部分はげん、あの、原築をして、えー、作ったような格好です。はい。 で、自然素材、えー、と言われるもの、まあ、特にあの、地産地消ということでですね、まあ、岐阜県の、東えー、ノヒノキという床材であったり、あるいは岐阜の漆喰だったり、というのものを多用しています。で、壁には、えー、デゴスファイバーを充填をしているというような格好です。はい。で、まず一つ目のその、性能工場というところにおいて言いますと、えーまあ、リノベ前、リノベごとありますけども、天井に、えー、あ、屋根ですね、屋根断熱に、 えー、セルロース200とかですね。まあ、見ての通り、まあ、こんなような形で、えー、断熱性能を上げるような配慮をしています。はい。で、結果論を言いますと、えーまあ、uh というものは、まあ、3.52というですね、まあ、と、え、も、ー、元々の平屋は当然断熱性能が非常に低いですから、それを0.41まで引き上げたこと、それから、えー、この eetaac についてもですね、1.1まで、えー、持ってきているというような格好です。はい。 で、このリノベーションにおいて、この今回デコスファイバーというものを採用しています。で、あの、新築では、このデコスファイバー、まあ、セルロース断熱材をですね、あの、標準仕様にしているんですけれども、えー、今、リノベーションの方も標準装備しています。でそれを選んでいる理由っていうのが、まず一つが、まあ、エコであるというですね。製造時エネルギーが非常に少ないと。あと、隙間が、あの、できないというですね。えー、まあ、どうしても、あの、 えー、木造ですから揺れますので、まあそこに追随してくれるような形の断熱材という意味では非常にいい。あと施工制度が非常に問われるという格好で、えー、あります。それからまあ、以下、まあ、急放出ができるとか、呼吸できるとか、えー、まあ夏に非常に効果があるというのは最近言われていることでありますし、またあの虫による劣化のリスクが軽減される。まあこんなようなことが採用した理由になります。はい。まあ、これはあの、この表はまあ、減ったない結露が非常にいいですよという、そんなようなことでありますね。 はい。で、まあ、他にもだ、まあ、断熱、まあ、防音、それから、調湿、えー、それから防御、防ぎ難燃というような性能が、このエセルロースにはありますので、非常に、ま、使い勝手がいい断熱材じゃないかなというふうには、一応思っています。はい。で、他にもですね、機密、えー、まあ、この辺はちょっとパッパパッといきますけど、今回初めて機密にチャレンジしました。はい。まあ、リノベーションの機密、非常に難しいんですけれども、ま、いろいろ隙間を埋めながら、まあ、結果的には、 えー、シーチを、えー、0.1というですね。あ、間違いない。1.1というですね。えー、ところに、えー、持っていくことができました。ということであります。はい。それから、と構造ですね。はい。えー、これは、あの、耐震性の方にも絡んでいるわけですけども、まあ、もともと無菌の基礎だったものに、まあ、添え基礎とかいろいろこうやりながらですね、基礎の補強をしていきます。はい。 で、体力面材で体力壁なんかも作りながらですね、え、行っていって、結果的に、え、まあ、丈構造標点というやつが、まあ、2.09というところまで持ち上げることができましたということであります。はい。まあ、非常に、まあ、あの、リノベーションではありますけども、断熱性能、耐震性能、そして機密性能、ともに非常に優れているというような格好であります。 それから最後に間取りの話ですね。えー、あのー、これ、新しくなった間取りですけども、まあ、通風ができたり、まあ、地窓なんか使いながら、えー、やっているような、まあ、格好です。はい。で、家全体も、まあ、ワンフロアに近い形に劣っていますので、非常に広がりを感じられるような、そんな住宅になっています。で、あと、まあ、ダイレクトゲインというですね、まあ、これちょっとおまけみたいな話ですけれども、まあ、土間の下に、まあ、大きな土間があるんですけど、断熱材を敷き込んでですね、えー、南側から、 えー、当たった太陽熱あ。あるいはこのペレットの熱を、まあ、土間に収熱させようと。そんなようなやり方で、こういう、えー、建物に仕立てたというような格好であります。はい。非常に綺麗な、えー、まあ、ちょっと新宿と見,見間違えるぐらいのね、そんなような住宅になったんじゃないかなというふうに思っています。えー、最後ではありますけれども、まあ、リノベーションはまだまだ未開の、えー、業態であるというふうに思っています。 まあ、あの、断熱耐震をはじめとした性能的なアプローチ。それから、大工とか基礎を中心と施工へのアプローチなどの課題がたくさんありますので。で特に断熱においてはですね、えー、まあ、断熱結素をなくして、液体内結流のウィークポイントっていうのを作らないというのはすごくリノベーションにおいては大事だと思っています。まあ、そういう意味では、まあ、デグスファイバーというのは、まあ、リノベーションに適しているんじゃないかなというふうに考えております。はい。えー、以上、えー、短い時間でしたけども、えー、ギグ性能の家の、えー、紹介をさせていただきました。どうもありがとうございました。 えー、リノベーションのモデルハウスということで、えー、大変あの興味のあるあの作品だったと思います。今あの土地から家を、うん、買って家を建てるということがコスト的に大変厳しい時代になってきて何でもあの土地を買って家を建ててっていうような。 ある程度いい物件を探して中古物件を探してそして、えー、リフォームして、えー、リノベーションしてですねで、えー、と自分の住まいにあった住まいに、えー、作,作っていくっていうそういう考え方もですね非常にこれから、うん、特に見直される時代になってきてると思いますそこにモデルハウスとしてこのような性能を新築並みに むしろ新築以上にと言ってもいいくらいかもしれないんですけれども、改善してリアルに見せるというふうな考え方に大変あの賛同します。性能向上だけじゃなくて、空間もですね、非常にあの子育て世代に優しいというか、楽しい暮らしが想像できるような、そんな住まいになっているのかなというふうに思いました。土間なんかがあってですね、 で、お庭もあって、そのお庭にすごく親密な感じに使えそうなあの提案。そういうことも若い世代に支援される考え方なんじゃないかなというふうに思うんですね。都会でもこういう考え方あると思うんですけど、あの都会以外の地方で、えー、っと、大きい、そこそこのお庭を、 とって楽しみながら平屋の生活をするっていうような豊かさを感じさせるような住まいをリノベーションで提案できるということをどんどんやってっていただきたいなというふうにそう思える応募作品でした。